第10走行的弾兵旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。旅団司令部を、バイエルン州バイデンに置き、旅団霊化部隊は主にオーバープファルツに駐屯していた。1959年、アンベルクのビルヘルム皇帝兵舎にて A4、戦闘軍が編成され、後に、第10走行的弾兵旅団に改変、解消されて、第4走行的弾兵士団霊化に置かれる。同年、 旅団司令部は、オーバープファルツのバイデンに移転する。当初の旅団の直轄部隊は、司令部中隊、第106補給大隊、第100装甲偵察大隊及び、第105方兵大隊からなっていた。1959年に、第100駆逐戦車中隊が、バイデンにて編成される。第108装甲偵察中隊は1959年に、解消の上で、 旅団直轄部隊として編入され、1963年に司令部中隊偵察小隊として再編成される。1959年に励下部隊を機関に、第122装甲的弾兵大隊、第123戦車大隊、第124戦車大隊、第126補給大隊が編成され、第12装甲旅団に配点される。1960年、 同年にアンベルクに駐屯していた第12装甲旅団霊下の第104戦車大隊が編入された。1960年1月から旅団は師団の共同旅団に指定される。1962年に第100走兵中隊が編成される。1962年第101装甲行的団兵大隊の編成準備がなされる。百六十四年に 第282総合的弾兵大隊が第102総合的弾兵大隊として旅団励化となる。1970年に旅団は第10両兵旅団に再編成された。1972年に第100防空中隊と第106特殊部器防護中隊が解体され、1971年に第104戦車大隊が旅団から離脱し、 第303戦車大隊に解消し、第10走行時段冷過となる。1971年に、プフライムと似て、第104駆逐戦車大隊が、第100駆逐戦車中隊を母体に編成された。第100補給大隊は、解体されて、第100補給中隊と、第100整備中隊になる。1979年に、第100駆逐戦車中隊が編成された。 1981年に、旅団は、第10走行的団兵旅団に改変、改称され、これに合わせて、第101両兵大隊は、第104走行的弾兵大隊に、第102両兵大隊は、第102走行的弾兵大隊に、第104駆逐戦車大隊は、第104戦車大隊に改変された。1992年に、第1 1走行的弾兵大隊、 第103走行敵団兵大隊,隊、第105走行方兵大隊,隊及び第100走工兵中隊が解体される。1993年に旅団は解体された。ありがとうございます。